皮取ってください。今どこ、え、現在地ここやん。めっちゃ遠いで。こんなとこと覚えなかったな。これ一人で来るとこちゃうかったな。帰る？西村さん行ったな。一個間違えたらさ、うん、昨日の何やったっけ、神倉神社やったっけ、うん、と似たようなもんちゃん、うん、これ西村さん行ったって絶対。うまいな。これ一人で行くとこじゃないんちゃう。うん、うん、来てもうたな。え、来てもうたな。いやもう昨日の今日やから、うん、筋肉がもう倍増してんじゃん。おとつやろ、昨日やろ、おとつい、うん、おとついか。海まで上がるん、帰る、どっちでもええで。もうちょっと行こうか、うん、せっかくやから見ていった方がいいかな、うん、あ、身軽になったわ。そう、よかった。何気にな、うん、運動靴履いてきてるけど、うん、運動靴じゃなかったらやめとこって言ってるよな。あ、そうな、これもやっぱり使命なんだ。このまあこのハイキングが辛ければ、はい、辛い先にはやっぱりこうなんか先に何かがあるっていうことを、あ、そもそも体力ないもんな、もともとな、うん、そういう養うのにもいいんだよ。 なんかマラソンとか気合いやったから、うん、すごい大変。書いてある。あ、すごいやん。よかった。1キロやろ。うん。どう？
本当の登りはここからですよ。でもね、迫力すごかった。あーすごい、よかった。行ってきまーす。えらいビビらす、ビビらすこと言うてくれたよな。トッコ隊長ちょっとビビってしまいました。いや、やっぱ体力やね。はい、でもみんな平気な顔して降りてきてはるやん。昨日一昨日もさ、降りるときは楽やったって言ってた。これ渡るの。はい、こうかな。はい、ちゃう。そうやな。通落注意。え、どうくん、あ、ついたん。これか。ついてないな。これやな、きっと。じゃこれどうやって行くん。天竜の滝、はい、これ、道なんちゃん、こう、ほら、はい、滑らんように。まだあるみたいやね。行こうか。ああ、こっち上がっていくんだなと思った。あ、違う、右やな。右、あ、びっくりした。あれ上がっていくんだな思った。怖いわ。チョコ隊長ここは上がっていくと思ってるけどね。ここで上がっていくんだな。ここね、こっちこっち。ちょっと通るから休憩するわ。はい、どうぞ。お好きな椅子、あの椅子にお座りください。椅子が、ちょっとやっぱり足が疲れてくるよね。ああ、そうやな、うん。あれ、見えてるやつ。あ、やったやな。
大丈夫？どこにおるん？あ、こっち？あれ？どっち？どっち？ここ？お前な。これ？そっちやな。滑落した跡があるな。平坦なところがあるから、うん、なく、ちょっとこう休めるな。はい。あと100メーター。あ、すごい、もう着いたな。あと100メーターが遠いな。コンタクトにさ、はい、絶対ゴミが入ったと思うね。泣いてます。あかん、コンタクト取れそうやで痛い、うん、なんか入ったんかずれたんかなんか。なんか石通ずるものがあったんやな。え、波長が合ったんやな。ほんで感動して涙が出てきたんちゃうか。じゃあ、絵にゴミ入ってん。降りようか。はい。
帰ってきましたね。お疲れ様でした。帰りは余裕。よかった。お疲れ様でした。お疲れ様でした。帰りましょうか。はい。次回はどこの滝ですか。ちょっと調べておきます。はい、ありがとうございます、はい。